皆さん、こんにちは。スター・ウォーズ・ジェダイ・サバイバー、ニューゲームを走ります。ジェダイマスターのトマトマトです。そして、はい、ジェダイ見習い解説担当の白玉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは出走の準備に入りますので、紹介を弟子に委ねたいと思います。はい、今回トマトマトさんが走る「スター・ウォーズ・ジェダイ・サバイバー」は2023年に発売されたアクションゲームで、「スター・ウォーズ・ジェダイ・フォール・オーダー」の続編のゲームです。通常プレイが最短で10時間程度かかるゲームが、なんと40分弱で終わるところをぜひ見ていただければと思います。ぜひペンライトではなくライトセーバーを振る RTA チャンスタンプで応援していただけると嬉しいです。さて、タイマースタートですが、ここに上書きしますかという文言が出て、それの「はい」を押した瞬間となっています。準備はできましたでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは3カウントで始めます。3、2、1、スタート。グッドラックです。フォースと共にあらんことを。ホースと共にあらんことをよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本作の主人公ジェダイのカルは現在訳あって捕まっています。最初は歩くことしかできないので道なりに進んでいきます。で、この後この RT で最も使用する技、バグ技 PBC というものを使っていきます。この PBC をすると映像が一瞬止まるんですけれども、これはラグが原因になっているもので、通信などに問題はないので皆様ご了承いただけたらと思います。この壁の柵を壁抜きして落ちることで強制歩き状態を解除できました。ジェダイなどで簡単に高速を解くことができましたね。はい、このまま高速状態を解除して裏道を進んでいきます。そして判定があるところは PBC で抜けて進んでいきます。はい、ここは少しムービーが挟まるのでカメラ角度を変えて進んでいきます。ここは強制的なムービーが入ります。また捕まってしまいましたね。あ、ちょっとカメラが、直りましたね。あ、よかったです。ここ少し映像がなんかよくわからないことになっているんですが、彼は現在エレベーターに乗って移動をしています。通常運転なので大丈夫です。あれに乗っています。はい、前の真正面にあるものですね。この後チュートリアルとして初めての新戦闘が入ります。今回寄付額投票を実施いたしました。質問は、主人公カルが使うライトセーバーの色をどれにしますかという問いをいたしまして、青、ゲーミングカラー、黄色、赤のどれかで募集をいたしました。この後ライトセーバー登場しますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、戦闘です。フォースの力で奪われたライトセーバーをプル、敵をプッシュ、そしてライトセーバーで切りつけます。そして今回の寄付額投票の結果、ライトセーバーの色はゲーミングカラーとなりました。ライトセーバーを振るたびに色が変わっていきます。投票してみくださった皆様ありがとうございました。この戦闘ですが、なるべくプッシュを使って敵を弾き飛ばした方が早いんですが、はい、いいですね。ライトセーバーを振ると少し遅くなってしまうので、なるべくフォースを使っていきます。はい、成功です。船に乗らないと。はい、敵を追いかけて少し足場の悪いところからリスタートをしていきます。ここはチュートリアルステージなので、最初はアクションが多くある。はい、死亡してしまうと、先ほどのパイプを持つところからリスタートしてしまうので、なるべく落ちたくないんですが、はい、慎重に行っていただけたらと思います。ライトセーバーコロコロ色が変わるの面白いですね。
ぜひ色を楽しんでいただけたらと思います。お前は諦めないんだな。ここはしばらくいろんなところを登っていって、いろんなアクションをしていきます。あそこで休めるな。はい、ここが、瞑想ポイントと呼ばれる場所です。いわゆるセーブポイントになっていて、その他にもファストトラベルやスキル解放をすることができます。今回はニューゲームプラスというカテゴリーになるので、クリアデータのスキルポイントを全て引き継いでいます。なのでここで必要なスキルを解放していきます。ここがニューゲームとニューゲームプラスの大きな違いになっているので、まあ、最初からいろんなアクション、スキルを使ったアクションができるようになっていますね。はい、でここで解放をするスキル、エアリアルダッシュストライクというものを早速使っていきます。この後 ADS という言い方をしていきます。これです。この ADS なんですけれども、敵をホーミングして近づいて攻撃するスキルとなっています。クルーパーを拝借して看板の上に乗せて、少し失敗してしまいました。もう一回チャレンジします。お、すごいシビアと聞いています。1人倒したい。で1人もう一回拝借して、看板に乗せてエアリアルダッシュストライクで成功です。看板の、足場を使って少しショートカットをしました。いいですね、順調です。はい、ここでムービーが入って、今左側に撮っていた男性、ボードという本作初登場のキャラクターです。彼の仕事仲間で、特徴はジェットパックを背負っています。腹ペコなんだろうな。そして、ここで、春の相棒 BD が登場してワイヤーを直してくれます。ちょこんと乗っていてすごい可愛いキャラクターとなっています。はい、ワイヤーに乗って移動していきます。ジェットパックは便利だな。彼はジェダイなのでフォースの力使って、この壁走りもすることができます。これは基本アクションですね。何度失敗しても優しく指導してくれた。はい、いい人だったんだな。でここも壁走りを使って登っていきます。船にはケーブルが見えるか。でここ階段のところが斜面になってるんですけど、ここに突きをすると何か高く飛ぶことができるんですが、少し高さ足りなかったのでリカバリーでこのワイヤーを使っていきます。ロンチというグリッチになります。で敵をするように壁抜け TBC をして道なりを走っていきます。あ、大丈夫ですか。一回落ちます。落ちますか、はい、乗りたい足場には乗れなかったのでもう一回再チャレンジします。どこ走ってるのか分からなくなるんですよね。ちょっと待ってください。行きました。よかったです。はい、息するように PBC をしていきます。もう誰も住んでないようだ。ここ PBC 少し気をつけて右側をなるべく通って、少し隙間に入って出るとさっきまでいなかったドロイドと戦闘になります。冒頭春を捕らえていたドロイドですね。おー、かかってきな、このガラクタが。倒していきますが、一人でなるべく倒して戦闘終了です。本気で嫌われてたのか。あいつもお前が好きじゃないってさ。そうだな。はい、
ここでアセンションケーブルというアイテムをゲットできます。いわゆるゼルダの伝説シリーズでいうところのフックショットのようなアイテムになっていて、カメなどにワイヤーを飛ばして移動することができます。ここはしばらくアセンションケーブルのチュートリアルが続いていきます。黒いマークがあるところが判定がある箇所になっていますね。ただここに関しては使わない方が早いので使わずに進んでいきます。いいですね、とても順調に進んでいますね。カール元気か。いやブラボー、どんな仕事でも計画通りには。はい、ここでもう一回ローンチを使います。突きをすると高く飛べます。いいですね。で PBC をして、この後ノーフォールタイマー NFT というグリッジを使っていきます。いいですね、成功です。ここなんですけれども、カルは高いところから落ちると落下死してしまうのですが、このノーフォールタイマー NFT を使うことで落下判定を無効化することができます。なので迂回しなくても落ちていくことができるので、非常にいい短縮技となっています。 ADS を使って対岸に渡り、敵を倒してもあまり意味がないので技をかわして PBC で抜けます。いいですね、非常にスムーズです。マティスに戻らないと。 PBC してまた抜けます。いいですね。この壁抜けなんですけれども、こう見えない透明の壁も場所によってはできます。はい、成功です。この後ですが、ここは BD に少し作業してほしいので、敵は全員ここを倒します。倒して BD にハッキングしてもらって、このメカマシンを直してもらって進んでいきます。今液晶に映っていたのはカルですね。現在指名手配されてしまっているようです。何も悪いことしてないんですけどね、まあ、無視して進んでいきます。でここ少しチャレンジをしていきます。判定をつけながら乗っていくと、アセンションケーブルの判定をつかめました。成功です。かなりシビアな判定だったんですが、そうですね、完璧に決めていきました。すごいです。いいですね、すごい順調です。ああもう順調、はい、順調です。順調です、はい。進んでいって、なんやかんやいろいろ説明してきましたが、この惑星コルサント最終エリアに来ました。でこうラスボス、ボスっぽいキャラクターがいるかと思いきや、このステージは最後雑魚敵ラッシュとなっています。飛行隊に乗っている敵は、プッシュで倒して、地上にいる敵をライトセーバーで切って倒していきます。ここはもう力技で倒していきます。はい、対象の惑星コルサント終了です。仲間と合流して脱出していきます。悪くないな、ボード。コルサントを脱出して、今カルの宇宙船マンティスに乗りました。ここで船内を少し片付けてしていったり、こなすことをこなしていきます。グリーズの店に行く前に片付けよう。散らかすとうるさいからな。はい、でここなんですが、ライトセーバーの絵だったり ED をカスタマイズすることができます。今回白、黄色、青の RTA ちゃんカラーで冒険していきたいと思います。 ED もすごいおしゃれですね。ぜひ見ていただけたらと思います。
そして、次工房という惑星に行きます。先ほど脱出した際にマンティスが壊れてしまったので修理するために元パイロットのグリーズのところに行きたいんですが不時着してしまいましたので進んでいくんですが、ここでノーフォールタイマー NFT を使ってショートカットをしつつセーブをしてそのためにエレベーターを起動しておきます。でこの横の位置を位置なりに進んでいきます。位置なりに進めましたね。はい、よかったです。TBC 使うとよくわからない場所を走るんですが、まあ通常運転なので大丈夫です。おしゃべりなのか忘れてたよ。なんで一応ここローンチを使ってまた価格を増えましたね。よかったです。飛んで進んでなるべくこの沼を走らないようにして飛んでいきます。ここも NFT を使ってショートカットをして ADS で早く進んでいきます。ここはしばらくちょっと大移動が多いので要所要所で解説をしたいと思います。話してくれ。二度と警告で採掘をしない。聞こえたか。このここで、敵を一人拝借して崖上に乗せて ADS で登れない崖を登りたいの登りたいです。はい、登れましたね。よかったです。登ってちょっと後のことを考えて攻撃を受けてまたプルプッシュを使って移動敵を移動させていきます。ティムという回復アイテムでフォースを回復してこの敵を拝借して所定の場所にプッシュして ADS を使ってこの壁走りの判定を取りました。成功です。で本来登れない高さの壁を使ってショートカットをしていきました。いいですね。ここも NFT を使って落ちていきます。はい、成功です。この後ですがしばらくカルがひたすら進んでいくのでその間に RTA ジャパンについて紹介をします。 RTA ジャパンはチャリティーイベントです。イベントの収益やグッズの売り上げの一部は国境なき医師団様へ寄付されます。今回ご協力いただいた寄付額投票や RTA ジャパン公式 Twitch へのサブスクライブ公式グッズの購入でも寄付をすることができます。国境なき医師団様へ直接寄付したい方はコメント欄や RTA ジャパン公式 X の指定 URL から寄付をお願いします。で解説に戻りまして今ここが村でフリーズというキャラクターに会いに行きたいんですが、まあ、RT 中なのでちょっと寄り道している余裕もあまりないのでちょっと今回は会わずに進んでいきます。あ、この後ちょっと会えると思うのではい進んでいきます。ここですが
シーリーフを使って海岸に渡りたいんですが、迂回します、ね、断定取ります。はい、本来対岸に ADS を使って対岸にドロイドがいるので渡りたいんですが、あの原生生物が下にいてそこに今判定が引っ張られてしまっていたようなので迂回をしていきます。最短は先ほどのルートですね。でここも道なりを通って TBC をして通っていきます。ライトセーバーフロートがすごい豪快なんですけれども、ちょっとそういう音なんですよね。はい、ここロードを少し待って進んでいきます。ここからですが、攻防という特性になるんですけれども、大技が4つ連続してやっていきますので、皆様お祈りをお願いします。このあと1つ目のリバースバルーンジャンプというブリッジを使っていきます。所定の位置にセットアップをして、ドローンを押して ADS を使って対岸に渡れましたね。一発成功です。拍手です。はい、何をしたかと言いますと、本来彼は2段ジャンプまでしかできないんですが、先ほどの ADS で、バルーンに足を引っ掛けることで事実上の3段ジャンプをすることに成功しました。これで対岸に綺麗に渡りましたね。少しチェックポイントを踏んで元の場所に戻っていきます。少し敵が多いですね。で、大技2つ目に入ります。またトルーパーを拝借してスティームで回復、所定の位置にトルーパーを飛ばして ADS で崖に乗っていきます。ここです。ここでデルターテイムというイベントが発生します。でここで師匠との会話を思い出して動物を刺激するというやり方をカローが思い出します。なのでこの後動物にいろいろ乗っていくことができます。このレルターにも乗れる、鳥さんにも乗れるんですが、ちょっと今回あまり用がないのでここはスルーして元の場所にまた戻っていきます。でトルの場所に
移動して、この白い足場に乗って少し待ちます。で、特定の場所で PBF 使用すると、このアライメント調整センターというところに不法侵入することができます。で、少し映像乱れますが、はぁ、捕まっちゃった、あ、踏んじゃいましたね。ここの強制ムービーをスキップしたかったんですが、少し入ってしまったので少々お待ちください。このアライメント調整センターというところなんですけれども、今操作盤をいじって上に登っていきます。で、この間に少し体力を削っていきますかね。ここなんですけれども、この中に入ったことによって、まあ、端的に言うと、先ほど猫とから降りたときはゲーム進捗度がまあ大体10から 15% くらいかなというところだったんですけど、今ここに来たことによって、ゲーム進捗度 90% のところまで来ました。一体何があったんでしょうね。よく分かりませんが、無事最後の惑星のサナローというところに行くことができるようになりました。ただ、不法侵入しているので元の場所には戻れない、降りたりしても戻れないので、いわゆるデスポーンをしてセーブポイントに戻っていきたいと思います。はい、復活すると、先ほど猫にあった猫プールというセーブポイントまで戻ることができるので、ここからリスタートします。少し儀式をして、猫に儀式状態で乗ることができました。そうするとですね、本来猫に乗りながらセーブポイントをいじることはできないんですけれども、この状態でファストトラベルをして墜落地点まで移動していきます。多分もうジェダイ何でもできますね、本当に何でもできてしまいます。そして、最後の大技、4つ目の大技になります。マンティスクリップという技を使っていきます。で、こうスーパージャンプを使って対岸に渡り、不時着してしまったマンティスに今度不法侵入をしていきます。ですね、一発成功です。で、先ほどですね、マンティスが治ったっていう話をしていたんですが、ゲーム内フラグがおかしくなってしまっているので、映像の場所にはマンティスはなくて、この墜落地点にずっとある状態なんですね。なので PBC を駆使しながら、このマンティスの中に入りたい。ちょっと荒ぶってますね、今日は。荒ぶってますね。いけますか？少々お待ちください。はい、皆様お祈りをお願いします。今日ちょっと荒ぶってますね。荒ぶってます。あ、乗ってきた。いけそうかな。あ、来ましたね、成功です。よかったです。はい、これで、操作盤をいじって最終惑星のタナローに移動していきます。で、少し設定を見直しておきます。拍手ですね。はい、ということで、もうこのゲームももう終盤に差し掛かっていますので、せっかくなのでキャラクター紹介しましょうかね。運転席にいるのがグリーズ、先ほど会おうとして会わなかった船長パイロットと、後ろにいるの女性がメリンという、まあ、彼のパートナーといったところですかね、キャラクターです。メリンはこの後タナローにも一緒についてきてくれます。グリーズが文句を言わなければいいな。はい、
そして、タナローに到着しましたので、ここでようやくラスボス、ボスっぽいキャラクターとようやく戦闘ができるんですが、そのラスボスと会える場所に向かってひたすら移動していきます。初めてこの名前を聞いた時から随分変わってしまった。テンプルはこっちだ。かつてダガンとサンタリクリーはここで将来を考えた。そして、はい、その結果がこれ。もう正直解説何にも話すことがなくてですね、ただひたすらカルが移動するところと、あの綺麗な景色を眺めるしかできないぐらい、本当に移動しかほとんどないんですけれども、はい、このまま進んでいきます。もう逃げ場もない。彼を殺すか殺されるかよ、はい、ねえ何か言ってよ。はい、そうだな。はい、ということでこの壁の隙間を抜けたところで、タイマーストップのタイミングについてお知らせしたいと思います。タイマーストップですが、このラスボスを倒してムービーをいくつか飛ばした後、スターウォーズジェダイサバイバーのロゴが出ます。このロゴが出た瞬間がタイマーストップのタイミングとなります。上の方ご準備をお願いいたします。あなたも勝てる。もうあと少しです。聞こえる？肩だ。はい、でここセーブポイントが、瞑想ポイントがあるので、少しセーフティーセーブでこうやっておきます。セーブして進んでいきます。俺が決めるんだ。はい、ということでラスボスのボード。いやー、マジか。あのこれがあったので、以上セーブをしたんですね、うん、はい、で少し衣装が変わってしまいます。なんで帝国軍の衣装なのかはぜひ本編をやっていただけたらと思います。ボードを早く倒すためにダメージがそれぞれ大きい設定をしているので、彼もダメージを食らわない方がいいんですよね。そして、ちゃんと倒していきます。ボード戦ですが、大体3段階戦っていくことになるので、はい、第1段階終了です。メリーの助けをもらって第2段階に進んでいきます。はい、倒して第2段階終了です。第3段階終了、ボード戦終了でムービーを飛ばしていって、はい、タイマーストップです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、終わりましたね。お疲れ様でした。無事完走できましたね。はい、早速ですが完走した感想をお願いします。はい、そうですね、最初はちょっと緊張しててなんか動きがおかしかったんですけど、途中の大技は結構綺麗に決めれたので良かったかなと思います。楽しく走れました。ありがとうございました。はい、ほぼすごい大技4連続すんなり決まってたかなと思います。はい、改めましてここまで駆け足で説明してきてしまったので、このゲームの宣伝をさせてください。前作のフォールンオーダー、今作の2つで時代シリーズとなっています。現在続編となる3作品目の作成が進んでいるそうです。ストーリーがつながっているので前作と一緒に遊ぶのがおすすめですが、今作だけでも十分楽しめます。このゲームですが PS5 と Xbox シリーズ XS でも遊ぶことができます。また PS4 版と Xbox One 版が9月に発売予定となっています。そして今回トマトモトさんがプレイした PC 版なんですけれども、 Steam や EA で現在セール中となっています。なんと半額の4365円で買うことができます。しかも前作のフォールンオーダーもこのセールで1075円でお買い求めいただけますので、
皆さんもジェダイになりましょう。はい、はい、何かトマトマトさんからお話ししたいことありますか？そうですね、いえこれくらいで大丈夫だと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではここまで応援ありがとうございました。それではスターウォーズジェダイサバイバーはこれで終わりです。この後も RTA in Japan 楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。